米大リーグの第92回オールスター戦が19日日本時間20日午前9時に開催されるロサンゼルスのドジャースタジアムでスタメンの打順発表とアメリカンリーグナショナルリーグ両監督先発投手の会見が行われたエンゼルスの大谷翔平投手は1番 DH で出場する。 アリーグの先発投手はエンゼルスの大谷ではなくレーズのシェーン・マクラナハン投手と発表されたマクラナハンは今シーズン18試合で10勝3敗メジャートップの防御率1.71の好成績を上げているナリーグの先発は地元ドジャースのクレートン・カーショー投手が務める現地時間7月17日メジャーリーグ機構はロサンゼルス・エンゼルスに所属するマイク・トラウトが 同19日のオールスターゲームを欠場すると発表代わってシアトル・マリナーズに所属するタイフランスが追加招集された現地12日のヒューストン・アストロズ戦で背中の痙攣を訴え5回の守備で交代して以来3試合先発メンバーから外れたトラウト前日に本拠地で行われたロサンゼルス・ドジャース戦ではスターティングメンバーに入ったものの試合直前に背中の痛みが再発し急遽出場を回避していた シーズン前半戦のラスト4試合を欠場しているそして今週開催されるオールスターも欠場が決まったトラウト17年21年も怪我により出場を辞退しておりこれで3度目の救援欠場となるそんな中ドミニカ共和国でスポーツジャーナリストとして活躍するロドリゲス・サンカー氏は自身のツイッターでトラウトに苦言を呈した二刀流として躍動する翔平大谷が 投手として時速101マイルで三振を奪う翔平大谷打者としてヒットや本塁打を放つのはかつてない光景だだがマイク・トラウトはもはやビジネスとして最高ではないオールスターではア・リーグ外野手部門で10度目の選出となるなど人気者のトラウトだけにファンにとっては残念な知らせとなってしまったがこの休暇期間治療に専念して シーズン後半戦はチームのために全力を尽くしてほしいものだ現地時間7月17日メジャーリーグのドラフト会議がロサンゼルス市内で始まり大谷翔平の所属するロサンゼルスエンジェルスはキャンベル大のザック・ネトを一巡目全体13番目で指名した MLB 公式サイトによるとショートに定着することが期待されているという二刀流選手でもあったネトは キャンベル大で打率4割7輪、15本塁打19盗塁50打点 OPS1.283 と印象的な成績をマークしているショートとして十分すぎるほどの守備範囲を持ちキャンベル大で剛速球のリリーバーを務めたように腕力もあると評されているキャンベル大では21年22年と2年連続でビッグサウスカンファレンスの MVP に選出され MLB 公式サイトのドラフト候補有望株ランキングで17位に入っているまた今回の発表を受け米メディアジアスレチックで番記者を務めるサム・ブラム氏はネトの両親が大谷が息子に投げる姿そして息子が大谷に投げる姿を見たいと話しているとの現地情報をツイートしているメジャーの舞台で二刀流を続ける大谷の存在にはやはり特別なものがあるようだ さらに、レト本人が、僕はとてもイケてる選手だと思うよ。とても自信を持っていて、多くのエネルギーをもたらす選手だと思っている、と自信たっぷりに自己紹介した。翔平に会うのが待ち遠しい、ともコメントした。いつも MLB で見ている選手だ。大学での僕と同じように二刀流で活躍する。それは、とてもスペシャルなことだよ。彼と比較されたことはとても光栄なこと。 彼に会うのが楽しみだよと大喜びだったエンゼルスのアマチュアスカウトティム・マックルベイン氏はネトは投手をしていた投手として良い活躍をしていたが私たちは彼をショートとして使うつもりだと話したネトも投手はやらないと思うでもチームが必要としているならチームのためにやるよとまずは投打の二刀流を封印する球団がドラフト一巡目で野手を指名するのは三年ぶり 一日でも早い大谷との共演を目指すエンゼルスは昨年ドラフトで1巡目指名のサム・バックマン投手を含め指名した20選手が全員投手という異色のドラフトを行っていた20年1巡目指名はリード・デトマーズ投手で球団が1巡目で野手を指名するのは19年ウィル・ウィルソン内野手以来3年ぶりだ大谷が米国のドラフトを変えた MLB のドラフト会議が17日にロサンゼルスで始まり、1巡目で二刀流選手が2人指名された。ブレイブスは全体20位でオーウェン・マーフィー。ジャイアンツは全体30位でレジー・クロフォードを指名。クロフォードはドラフト1巡目初の2 w a イプレイヤー登録になった。共に二刀流としてキャリアを始める予定で、大谷の活躍が他球団の育成にも大きな影響を与えている。 今回のドラフトで二刀流の可能性を秘めた選手が上位で指名された経緯は、大谷の存在なしには語れない。日米を問わず、ア時代にエースで4番の才能を持つ選手は数多い。だが、これまでは二刀流の育成法、起用法どころか、その概念すらなく、指名の際には打者か投手を選択することが常識とされていた。だが、大谷の活躍により、 二刀流の登録枠が新設されるなど、球界全体の認識は変わった。ドジャースのフレディ・フリーマンは、高校時代、最速155キロの速球を投げる才能を持ち、多くの球団が投手として指名する意向を伝えていた。だが、2007年のドラフトでは、ブレーブスが打者として2巡目、全体78位で指名。プロ入り後は、スラッガーへの道を歩んだ。当時、 右肘痛を抱えていたこともありフリーマン自身に悔いはないその一方で昨年のオールスターには誰もが翔平がやっていることをできるとは思わないだが少なくとも二刀流への扉が開かれたことでより多くの選手がこういう機会を与えられるようになるだろうと今後のモデルケースになることを予言していた17年レッツから1巡目。 全体2位で指名されたハンター・グリーン投手は、ドラフト前から二刀流として注目されていたものの、最速164キロを計測したこともあり、プロ入り後は投手に専念した。5年目の今季、先発ローテーションの一角としてメジャーデビューを果たした。世界最高レベルのメジャーで、二刀流でプレーすることは、並大抵のことではない。ただ、 才能豊かな若者の可能性を事前に積む必要もない時速160キロを超える速球を投げ特大ホームランを放つ大谷がメジャーの常識を変えたことは間違いないその一端が今ドラフトでも改めて浮き彫りになった大谷は投打両方を絶妙にこなしている MVP とはその名の通り最も価値のある選手ということ ジャッジの方が大きなマーケットの球団でプレーしているかもしれないし、打撃成績も素晴らしい。そしてアルバレスも打撃成績は素晴らしいが、守備機会が少ない。つまりジャッジとアルバレスの二人は攻撃面だけ。大谷は中5日で登板して打撃もするなんて、やはり信じられないことです。ローム記者は地元のヒューストンだけでなく、チームの遠征にも帯同。大谷が投打同時出場で、 9勝目を挙げた13日のゲームもアナハイムまで追っていた改めて二刀流大谷に衝撃を受けたというインクレディブルでしたスコアは71だが彼一人で勝ってしまったような感覚です試合のあらゆる面を支配していたアストロズ戦で投打両方で大ダメージを与えたのは今回が初めてかもしれないですね彼ら相手に以前素晴らしい投球をしていたこともありましたが 複数打点を挙げながらの回答というのは私の記憶の中にあるかどうか彼のプレーはたくさん見ていますが毎回驚かされます本当に驚くべきものでしたアストロズでは39歳のジャスティン・バーランダーが2020年9月に受けた右肘のトミー・ジョン手術から2年ぶりに復帰2度のサイ・ヤング賞を誇る右腕は両リーグトップ12勝 防御率1.89と抜群の好成績を残している。それでも大谷は別物と感じているようだ。バーランダーの活躍は信じられません。しかしながら大谷の投打両方をこなす能力はものすごい。9回最高の選手だと思っています。しかもダントツで。投打両方をあそこまで見事にやってのけるなんて、人々はそれがどれだけ難しいかを理解できない。 それに簡単にやっているかのように見えてしまうんです。13日、同14日のゲームから衝撃を受けたプレーの具体例も挙げた。凄まじかったのは、2回に3塁打を放った10、15分後、3回に101マイル、約162.5キロを投げてアルトゥーベから空振り三振を奪ったことです。とにかく信じられないし、私にとって以前見たことがないものでした。 後半戦は22日同23日の敵地ブレイブス戦から大谷は初戦で先発マウンドに上がる予定で勝てば1918年ベーブ・ルース以来の2桁勝利 &2 桁本塁打に到達する104年ぶりの偉業を達成し MVP 争いへ弾みをつけたいところだ。 33